どうもどうも、今日はどうもどうも、どうもどうも、わさっぴさんありがとう、虫眼鏡ありがとう。今日は8分ぐらい遅れたんですけど、やっていきたいと思います。なんさん、まいちゅうさん、ハートありがとう、ありがとう。準備が終わらなくてさ準備がなくてさ、メイクもさ、めちゃくちゃ、途中でさ、まあまあまあ、そんな日もあるよね。ちょっと30分前からメイク始めたんだけどな。ダメでした。途中いらないことしちゃったので。しゅうせいさん、ハートありがとう。いや今日入れなくて、いやなんかどっちで計算したらいいか分かんないけど、でもまあどっちに数えても今日入れても今日入れなくても5日くらいなので、今日入れたら、6日になるかも。11時に11時から配信しますって焦った。いやちょっと待って、ちょっとこれは言い訳させてください。Wi-Fi 問題ですね。これはツイッターで遅れます報告しようと思ってツイッター開いたらさ、え今投稿されたやんこれってなって、ちゃんと1時間前にインスタの、インスタさ、ストーリーちゃんと1時間前でしたよね。1時間前っていうか50分前ぐらいでしたよね。それと同じ時間にね投稿したんですよツイッターも。でもできちょらんやった。今日も今日撮って講義中、ヤッホー。そうなの、言い訳タイムじゃないんよ。これはツイッターの問題、ツイッターの問題だよ。そんな悪くないもんねーだねーだふふふ。大学の講義中に見てる？見て大丈夫？みんなよくあるよね。そう思う。ウェブ会議中なので挨拶だけ。昼休みまた来ます。やった。うん悪くないって。秋らしいでしょ。ここが可愛いのポイント、ポイント。お出かけするの？する。でもショールームする今からフフフ。昨日もショールームしましたもんね。でもメイク割とできてる。ピンクかまさん、ハートありがとう。なんか一応ね、一応眉毛も、眉毛は完成してるんですよ。でマスカラは塗ってるんですけど、今日薄めかも。アイシャドウがまだ完成してない。でも一応塗ってはある。マシャロをあと濃くすることかな。
あ、そうなの、そう、私そう、お袖がね結構好きなんだよね。お袖結構、お袖選んじゃう。うん、バルーンだったりなんかクシュクシュとか好きかな。スマホで入りませんよ。あー、うーん、りんちゃん、りんちゃんのお主さんだ。虫眼鏡ありがとう。ドレスもバルーンにしました。そうそうそう、そうよね、確かにドレスもバルーンでお願いしたわ。そう、バルーンがいいですって書いて。そう、フランちゃん、ちょっと待って、ね、ハートありがとう。こんにちは。ファンネルってなーに。はい、しゅんせいさん、ハートありがとう。やっぱネックレスあるのに違いますね、変わりますね。ネックレスつけました。ネックレスも身につけなって言われて、配信始まるまでつけてなかったのでつけました。ネックレスあるのとか言われて、ここにあるよって言って、次ゆっくり見られるの土曜日、ラスト配信だね。スマホデータ移行したら例のポーズしてるソラノのホーム画面も移行されました。わお。固定ツイート、あ、ツイッターの、ツイッターのやつ、どっちがいいのかな。ドレス、ドレスのとね、確かにね。今日一人で講義受けたりするからずっと見てる。え、一人、一人で講義とかあるっちゃ、すごっ、貸し切りやん。あんなさ大人数なのに一人とかあるよね、すごい。お嬢様、貸し切りにした。待って、そういうことじゃない、そういうことじゃない、どういうこと、どういうことよ。どういうこと。 SOSO さん、ハートありがとう。あ、わかった。お友達といつも講義受けるけど、隣で一人行動ね。理解した、理解理解。そっちか。そうなんや。んじゃあ見てて。恥ずかしくなっちゃった。配信を見る講義、あ、そう、そうですね、配信を見る講義と思って。YKYK アットマークリランチュさん、お花ありがとう、ハートもありがとう。そういうことね、理解した。わさっぴさん、虫眼鏡ありがとう。
ンサーハートありがとう。今日寒いかな、暑いかな。マジで一人で笑っちゃうと恥ずかしいって。いけないんだ。ダメだよ、講義中に笑っちゃう。真面目に、真面目にね。自分さん、だるまさんありがとう。今週は職務、あ、教員やった。教員全部一人で受けるから、あ、教職全部一人で受けるから、スマホ使っちゃダメな講義以外は絶対見る。おお、嬉しい。最近気温が安定しない。わかる。なんかさ、数日前までめっちゃ真夏やったのに、もう一気に真冬だよね。一気に真冬やない。ジャックさん、肌ありがとう。昨日もめっちゃ寒かった。うん、めっちゃ寒かった。おけいちゃん、くまちゃんかな、これ。くまちゃんありがとう。おはようグルッペン、おはよう。ゆりなちゃんが、うん、この前そらなちゃんが名前呼んでくれたの嬉しすぎて、画面録画したって言ったら可愛すぎる。ありがとう、ゆりなちゃん。サナは12月くらいまで半袖のイメージ。うーん、12月ですか。でもまあ、12月は長袖だな。まあお家では着るかもしれないけど、いやでも長袖だな、きっと。しゅんせいさん、ハートありがとう。虫眼鏡もありがとう。まあまあまあ、半袖の期間長いですよ。だって秋と春さ短いもんね。いや今日はあの可愛いやつ着たかったの、長袖着てるんですよ。そういうこと。これにめっちゃ合う、ネイルに茶色がめっちゃ合う。もう今年は寒すぎてね、長袖も着ましたよ。しゅんせいさん、メロディーありがとう。でもなんか濃いピンクもやりたいな、ね、こっちとこっちでさ、なんか色が違うよね。変わったのか。サーナが長袖を持っていることに衝撃を受けたあの日、いつよ。エラもその洋服着てるサーナちゃんとても好きに似合ってて嬉しい。嬉しい。そうなんです。あと5日。私もびっくり、数えてみたらあと5日だったからびっくりだよね。土曜日まで、うん、日曜日か。土曜日ショールームは土曜日、メールが日曜日。ちょっと複雑なのですが、皆さんよろしくお願いします。リップがここにもあるじゃないか。
マグロさんハートありがとう。待って待って待って、TGARWIDISAPTIROSAN SAPUTRO さん、だるまさんありがとう。今までずっと言わないようにしてたけど、うん、やっぱり卒業しないでほしいよね、寂しいよって。絶対一緒だよでもね、そうやって言ってくれて嬉しい、うん、そうやって言ってくれる方が一人でも多くいてくれるのが本当にね、私は嬉しいです、うん、あと5日でソラノンからウェミさんになるんですよ。違います、ずっとソラノンです。ずっとソラノンって呼んでね、みんな。あ、毎日自己紹介しようと思ったのに忘れてた。ああ、グッド。ずっとサロンでいいんですか？ずっとサロンでいいよ、ずっとサロンでいいよ。なんて読みたいの？なんて呼びたいと？じゃあ逆に言ってみて。ファン愛してるよって、イエーイ。ウェミさん、ちょっと硬くない？硬いです。ウェミさんダメ。ウェミさんだって一人じゃないもん。ソラノちゃんいいよ。こんにちは。毎日自己紹介しようと思ってたんですけどね、今日はもう忘れちゃってました。ソラノさん、なんか学校の先生みたい学校の先生とか、なんかあのサロンのお姉さんみたいだね。サロンさんって サロンなんて呼べなくなるぐらいがいいの ギフトの送信どれでもいいのだろうかって。うん、全然。卒業しても静かにソロ日記やっとくね。活発にお願いしますね30年後もサラモンって呼び続けます、イエーイ。大きい声で愛してるよは恥ずかしい。なんで？いや、ウェイミはね、いっぱいいるから。そう、サラモンとかだ、下の名前が嬉しいよね。花束ありがとう。インコ姉ちゃんありがとう。ソースイさん、虫眼鏡ありがとう。うん、
花束ありがとうね、インコ姉ちゃん。こんにちは。家での一人称ちょっと恥ずかしいでしょ。こんにちは。一人称変えるの難しいよね。難しい、とっても。だって急にさ、私とか言えないじゃん。かえんで自分から言った。確かに言った。付き合っちゃってたから私本当に今後どうなっちゃうのか心配だわよって。確かに心配、みんな。うん、確かにね、月一でね、いつから月一？でもさ、待って、多い方やと、12月ぐらいからさ、毎月会ってた方いたりする？いたりするかもしんない。もしかしたら12月から多分毎月会える機会あったはず。いなかったっけ、どっかなかったかもしんないけど、あったと思う。多分お話し会、オンラインお話し会、リアルお話し会、コンサート、劇場公演あったよね。3月会えんやったかな。あ、3月会えんやったかもね。3月ずっとレッスンしてたかも。3月って80何曲覚えた月。3月会えんかったかもね。じゃあ4月からか。でも3月以外は結構会えてるんじゃないかな。あー、そうだ、3月トムさんの卒業会あったから、3月じゃあ会えてますよ。じゃあ12月から毎月会えてる方おるかもしれん、もしかしたら。そうだ、トムさんの卒業公演3月、何日やったかな、8日7日、そんぐらいやった気がするな。そうだ、トムさんのがあったね。頭やったよね。覚えてる。8日か。じゃあスクラップ&ビルドやったもんね。あと私は中盤曲に出ましたよね。中盤曲、海を渡れ、あ、違う、振りして真似して、振り真似と海を渡れと街角のパーティー。そう、卒業公演にね、そう、トムさんの卒業公演に出演させていただけたのめちゃくちゃ嬉しかったです。サーチャーの活動スケジュールに登録してある、本当嬉しい。そうなんで、3月と7月の予定表とかね、鬼でしたよ。今でもスケジュール表、
なんだっけ、スケジュール表、カレンダー、スマホのカレンダー開いたらもうレッスン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 、毎日レッスンって感じ。レッスンか公演かコンサートか撮影かとか、わーって入ってた。うん、今思うと幸せスケジュールですね。なんかやっぱ追われてる時はさ、あのスケジュールに追われてる時は、はあ、この曲できるかなとかさ、不安だったりするからさ、ちょっとねレッスン行きたくないなとか思ったりする時とかあったけど、でも今思えば全部素敵な経験だし、幸せスケジュールだったなって思う。ランは8月毎日バイトで真っ赤に染まってます。わー、毎日バイト大変、頑張るね。8月か、そっか、もう終わったのか。8月ね、8月か、8月はそっか、8月は私はコンサート頭に終わっちゃってたんで、うん、割と宮崎で過ごしてたかな。誕生月がめちゃくちゃ忙しかった、うん、でもね、お誕生日はねお家で過ごせたんですよ。お家で過ごせたんですよ。3日間ぐらい帰れて、ちょうど、うん、ちょうどレッスンなくてさ、そう過ごせました。お誕生日はうなぎ食べました。さなちゃんに会うために頑張った、嬉しい。誕生日はいつですか、わさっぴさん。7月15日です。ここ会長やろ、ここのなんだっけ、紹介文みたいなとこ。715だよ、みんな715、これからもずっと覚えててね。うなぎ、そう、贅沢でしょ。そうさ、あのうなぎ大好きだからさ、あのうなぎリクエストしたんだよね。え、多分ね2年連続誕生日うなぎ食べてるかも。でも一昨年は多分うなぎはねお家で食べたかな。715だよ、そうだよ、715。こんにちは、うん、今まで必ず次会う予定があったから頑張れてたのに、今はうんうんうん、会える予定がないから本当に来週頑張れる気がしない。そっか、そうだね、なんかモチベ作りたいね、なんか作りたいね、うん、ピンク亀尾さん、こんばんは、ありがとう。でもなんかさ、そうやってなんか言ってくれてるの嬉しいな。うん、会える予定があったから頑張ろうって思えてたとか言ってくれると、なんかやってきてよかったなってめっちゃ思うし、そう、なんかみんなのね力に少しでもなれてたら嬉しいなって思うから、ありがとう、うん、池尾さん、虫眼鏡ありがとう。おはよう、フェニックスリーグ始まってね、フェニックスリーグ、そっか、今日から。
ウミソラオちゃんはウランの人生を変えてくれた最高のアイドルですって。なんかめっちゃ最高な褒め言葉ありがとう。スクシュするね。うん、はい、チーズ。止まっちゃうかも。バイク女子 YouTube とかどうやろ。ああいいね、楽しそう。皆さんまずバイクに乗る練習しなきゃ。うん、そうそう、私はあれです、嬉しい言葉残したいタイプ。次はどこで会える。でもね、止まっちゃうんですよ。そうスクショすると、だからあんまできないんですけどね。止まんなかったかな。次はどこで会えるんだろうかって。宮崎、大阪、東京。あー全部いいですね。全部いいですねって。全部楽しそう。止まってなかった、よかった。とんかつ屋さんでばったりとか、何？奇跡の再会ないかしら。うわ、うん、咳込んでない、大丈夫。鼻、とんかつ屋さんでばったりか。でもあさぴさん、あの全国各地に行ってるもんね。ワンチャンあるかもよ。とんかつ屋さんとかもずいぶん行ってない。うん、うん、お家で食べることが多いかもですね。こんにちは。あゆさんだ、嬉しい。あゆさんとね、毎日ね、LINE してるんですよ。マミ、とんかつもあげれるの？とんかつあげれるよ。主婦だぞ。主婦だぞっていうか、ママだぞ。マミだぞ。うん。福岡、大阪、東京でイベントあったらみんなといる。確かに。そうです。みんなの力が必要です。とてもみんなずっと見守っててね。ね、ワンチャンあると聞いてワクワクしてきました。ちょっとまあね、そうですね、そんぐらいないとね、生きていけませんよね。とんかつ屋さんでしょ。面白い。早めに匂わせてねって。分かった。とんかつ、小林さんのね、メロン飾るのがめちゃくちゃ好きなんだ。メロンの街灯飾るのがめっちゃ好きなの。一人旅はまだ大阪しか行ったことないから不安。一人旅？かわいい。
可愛いね。それはいけるよ、どこだって。私でも分かるくらいに言わせてください。でもサッピさん分かってるもんだって。分かった、ちゃんと匂わせる。マッツーさん、虫眼鏡ありがとう。虫眼鏡がどこやった、ありがとう。お腹すいた、何食べる。豊岬行きたいけど、うん、電車バス乗り継いでいくの難易度高い。豊岬はもう車ですね、車で行くしかない。こんにちは。寒くてバイクは来年かなって、SR のバイク乗りたいよ、本当に。今年には絶対に乗りたいよ。マッツンさん、ありがとう。夜行バス、大阪夜行バスの新幹線帰りの日帰り、新幹線帰りの日帰り、あ、夜行バスで行ったってこと。新幹線か、なるほど。あ、でもね、どっちやったっけな、大阪から東京かなは新幹線じゃない、夜行バス乗ったことある。うん、サーノ何か作って食べさせてって。サーノ、あ、シチューの残りがあるよ。何何何何、16日にバイクレンタルして乗ると予想。なんで16日、なんで16日、あ、そういうこと、そういうこと、16日、あ、そういうことね、15日までがメールってことね、そういうことだから。え、そう、夜行バスやったから、でもね、まあ、まあきつかったけど、まあでもまあ寝てたね。シチューは牛肉、牛肉、牛肉、牛肉です。サーモンのうちは牛肉です。2時間おきに、まあでもね、腰痛いよね、首と腰痛いよね。旅行バスはピンキリあるけど、ピンだと座席が何めっちゃいい。うん、しゅんせいさん、ハートありがとう、嬉しい、毎日来てくれる。私はクリームシチューは鶏肉ですって。鶏肉派ですか。まあでも普通は鶏肉やじゃないかなね。黒曜さん、大江様、レインボースターありがとう。宮崎まで夜行バスあんのかな、どっから、どっから、東京、分からん、それは分からんな、乗ったことないや。うん、そう、なんか東京から大阪行く、東京から大阪、大阪から東京か、行った時はね、なんだっけ、さ、高校生やったからさ、そうそう、そう、友達と旅行に行くのに、そう、やっぱさ、コスト抑えたいじゃん。とか、それで、そう、しかも東京も大阪も行きたいねって、どっちも絞れんやったから、東京に行きたいか大阪に行きたいか絞れんくて、どっちも行きたいってなって、夏休みやから、そう、それでコストを抑えるために、うん、東京大阪間、大阪東京 の移動は夜行バスにした。そしたらホテルもさ、一泊分行くじゃん、そう、夜行やから。
まあきつかったけどね。え、そうそうそう、ビーフシチュー、ビーフシチューってさ茶色いやつじゃない？さ、ずーっとビーフシチューが茶色いやつだと思ってきたよ。ビーフシチューは茶色いやつでしょ。そう、コスト抑えんとあのあれだよね、何円になるかな。そう、もう飛行機だけで多分5万ぐらいいっちゃうんだよね多分、安くても。そうそう、あ、とりあえずサラダと約束してた禁酒続いてますって。えらいじゃん、えらい、総帥さん。宮崎東京直行夜行バスはなさそうって。福岡乗りか、あ、福岡、福岡か。コストか時期か悩む、時短か悩むとこ。ああ、そう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 、早く着きたかったらやっぱね、飛行機がいいけど、でもやっぱコスト抑えたいじゃないですか。まあ大変だけどね、どっちも。あ、違う、旅行の話よ、旅行、高校生の旅行の話。うん、高校生だったらさ、きついじゃないですか。100キラキラ、ありがとう。解禁日は盛大に飲みましょう。でも久しぶりに飲むから飲めんくなってるかもよ。お酒の量減っちゃうかもね。まあ減っていいんですけどね。そうそう、旅行の場合ね。東京と大阪だってね、そうだよ。さあ、今月のお給料からコツコツ貯めるようにしよう。かわいい。なんか大学生でそういうの言ってんのかわいいね。さあ、高校生の時、アルバイトしてた時はさ、全部旅行に使ってました。全部じゃないけど、貯めつつ旅行に使ってました。しょっちゅうね、旅行行ってた。うん、東京か大阪か福岡かとか。そう、リベンさんかな、ハートありがとう。博多号いいね。衛星で友達の運転は危険と知ったから、公共交通で移動が多い。ああ、なるほどね。ウラン、ほんとあれば使う癖あるから、ちゃんと貯められないんだよねって。私なんてことだって。でも今はそれでいいのかもよ。うん、確かに。学生はさ、今を楽しまないと。こんにちは。お金は使うものですからって。うん、面白い。なんか小さい時から金銭感覚ダメだと大人になってもよくないって聞く。おい、そうなんや。飛行機ならスカイスキャナーっていうサイト、スカイスキャナー、スカイスキャナー
カイスキャナー、なんか見たことあるかもしれない、水色のやつ。そうなんだ。あ、あるね、あの水色のやつじゃない、あれだけ使う派です。おお、まあでも幸せかもね。一人暮らしとかになったら暮らしていけないタイプ。あ、そういうことね。そうね、確かに確かに、家族と住んじゃったらまあ生きていけるよね、経済回さないと。うん、確かにそれも大事。一人暮らしね、大変だよね。若いうちに使わないと年取ってから使うようになる説ある。あー、今のうち。でもお買い物楽しいって思うの今のうちかもよ、若いうちかもよ。物欲減るかもね、年取って言ったら。そんなことない？あ、そのうちにあるかもしれないって思ってモチベ作って。あ、そうね、みんなそうして、そのうちにあるかもしれないって思ってお金貯めましょう。じゃあ、うん、その日まで。うん、そうだね、みんなそれがいいかも。モチベ作ろう、モチベだね、それが。確かに確かに、あの世には持っていけないからね。確かにね、こんにちは。お金貯めれたら会いに行きます。貯めてくださいたくさん貯めてください。頑張ってバイトもしながら大学も行ってお金も貯める。偉すぎる、偉すぎる。無理せずだよ、でもみんな何でも。うん、こんにちは。無理せず楽しむんだよ今を。今が一番楽しいからね。うん、そう、みんな今が一番若いんだから。今が一番、みんな人生で一番若いんだから、これからの人生の中でね今を楽しむんです。CD 買わないだけで結構貯まる予定です。あくまで予定ですってあくまで予定ですか。じゃあ貯めてください。うん、貯めてください。若いふりしてるけどそんなに何？若くないですってこと？いや、今が一番若いですよ、みんな。本当にオタクでよかったすぎるって、オタク最高になるし、よかったそうやって言ってくれて嬉しい。うん若いよ今が一番ね。そう、今日が一番若いんですよ、皆さん。お宅じゃなかったらそのうちに出会えてなかったから。そう、確かに確かにそうだよ、みんなありがとう。そうだよね、4年前まで普通の高校生だったもんね、私。
にちは。この前病院で何？10歳くらい若く見られて嬉しかった。よかったよ。よかったよ。うん。中学2年生からオーディションを受け続けてたのびっくり。そう。中学2年生からね、オーディションを受けてたんですよ。そう。そうなの。中学2年生から。本当に諦めずに夢を追ってくれてありがとうの気持ち。ありがとう、こちらこそ見つけてくれて。諦めずに18期受けて合格して、そのうちの後輩になれなかった人生、あ、18期受けて合格して、そのうちの後輩になりたかった人生だったすぎるって。かわいい。ありがとう。もしかしてさ、 HKT の3期生の受けてた。うん、HKT さんは4期生の最終審査で落ちました。うん、そう。なんかオーディションの時、ナッピさんとかひなたちゃんとか、そう、ひなたさんとかね、仲良かった。あと、いぶきちゃん、そうね。知らないうちに講義終わってた。大丈夫？みんなおらんくなってた。どうやって見ちゃったと？それ。しばさん、虫眼鏡ありがとう。鴨志田さんかな？マルマさんありがとう。ハートもありがとう。ナッピさんの卒業コンサート見てきたの？どこやったっけ？ゼップー、ゼップー、羽田？違うな。ゼップ、ゼップ、ゼップどっかですよね。うまかっちゃん、美味しいよね。うまかっちゃんあるわ、そこに。うまかっちゃん、美味しいよね。オーディションはね、そう、だから4期生のオーディションの時は指原莉乃さんの目の前で、そう、歌唱審査した。そういえば、あ、お台場か、絶望台場、近くっていうか、あの劇場が近くないか東京にいたんですね。でもいつだったっけね、数日前ですよね。スリッパさん、ハートありがとう。そう、いつもさ、しがきさん、ハートありがとう。いつもさ、あの、福岡じゃないですか。だからね、確かに劇場から全然近くないから、1時間ぐらいかかる。4期が入った頃はよく博多に行ってました。あー、そう、めちゃくちゃね、悔しかった。なんかね、それこそ何だったかな、台風かな、なんか自然災害でね、確か自然災害でめっちゃ延期になったんですよ、オーディション。そう、何ヶ月か。
懐かしい。あ、筒井理子さんかな。で、心の友と友達こんにちは。そう、懐かしい。カシオシーサーとダースシーサー、あとお友達握手会で友達になったの。そう、なんか中学生だったからさ、やっぱ距離的にもさ、そう、うん、博多の方がさ通えるじゃないですか。そうだから、そういうのも考えて受けてて、めっちゃ面白い子だったんだ。へえ、いいね。懐かしい。ダンス審査とかあったな。全然知らない曲の振り入れがあって、全然 AKB の曲でもなく、本当に今思えばあれ何の曲やったっちゃろう。ナッピさんとこの曲が嫌いになるねって言いながらやってた、そういえば。なんかね、めっちゃ体を使うダンスだったんですよ確か。うん、どんなダンスだったか忘れた。なんかこんなのあった気がするな、わかんない、忘れたけど、やってました。なんかところどころになんか名簿を持ったお姉様たちが歩いてるんですよ。調子いつも緊張した。そう、まさかね、まさか指原さんが言うって思わないじゃん。そう、ブランちゃんありがとう。そう思わんからめっちゃ緊張した。シノハートありがとう。今日は1時間半だったら教えてください。終わります。わあすごい、ナオさんありがとう。何これ、すごハート、ハートの何、すごいかっこいいタワーが来た。ハートの、ハートのタワーありがとう。待って、好きなポーズスクショする、あのスクショしてください今日は。え、嬉しい、ありがとう。ありがとう。こっちがいいな。ありがとう。嬉しい。
ありがとうございます。かわいい。何タワーって言うんやろ。とってもかわいい。こんにちは。そう、あとね5日なんですよ。暑くなってきちゃった。ミステリアスハート、ミステリアスハートタワー、ありがとう。すごい。これはハロウィン、ハロウィンの仕様ですか。かわいいね。素敵。書きかけたポーズ全部やってくれたのびっくりした。お、さすがじゃない？その、さすがだわ。さすがにね。どのポーズリクエストしようか迷ってるうちに全部やってるから、伝わってるの泣きそうって思う。だいたいいつもするポーズを全部してみました。素敵な午後になりますようにって配信ありがとうございましたって。失礼しまして、ご供養さん丁寧にありがとう。また来て。涼しくなって氷の季節わかる。めっちゃ涼しいよね。でもなんか今日部屋の中あったかい。今日は気温高いのかな。お疲れ様んごー。本当はね、虹の列車10連タワー投げたかったんだけど、なぜか AKB の配信に枠いなくて。どのタワー？虹の列車、すごい。見てみたい。半袖？いいね。サーノもさっきまで半袖着てましたよ。食べたかったかき氷食べられないまま寒くなってしまった。かき氷食べたい。確かにかき氷食べ、あ、そうもかき氷食べた。10月2日ぐらいに。いや、いつ食べたかな、いつ食べたかな。10月入ってすぐ食べたと思う。いちごのかき氷食べました。かき氷、今年はいちごのかき氷しか食べてないですね。ランタンフェスタの時も、ランタンナイトもね、いちごの削りいちご食べたし、配信用に流す、着替えた。社員食堂で親子丼食べない、食べない、食べながらサナのショールーム見てる。あ、ヤッホーン。あ、マオが好きです。美味しいよね。やっぱりエイトのメンバーは虹の列車16連コールでも送り出したかった。そうだよね。私も思う。ゆたろんロマンさん、ハートありがとう。確かに虹の列車
トゥ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 、あと5日だよ。昨日ステーキとハンバーグ食べ過ぎたのでお昼は軽く天ぷらうどん。ステーキとハンバーグ、ステーキとハンバーグいいね。お昼は軽く天ぷら、軽いの天ぷらうどんっていいじゃない、いいじゃない、うん。虹の列車だ遅刻通りに夢に向かって出発するぞ、君と一緒に旅立ちたいんだ、すべて捨ててやってこい。あ、そう、下なんだ、さ、本当は上なんですけど下になったんだよね。16人バージョンと違うからね。虹の列車、みんな好きな曲？目に向かって出発するぞ、君と一緒に旅立ちたいんだ、すべて捨ててやってこい。虹の列車めっちゃむずいんだよ、みんな知ってた？みんな虹の列車むずいんだよ。その加入してすぐの3月の時に劇場公演16人バージョンのレッスン受けちゃって、そう、虹の列車むずかった、全然できなかった最初。確かにね、卒業公演で虹の列車やりたかったね。虹の列車ね、確かに。ダンダンダダン、あなた目指しながら世界広いねって気づこうだっけ、君は未来で、君は未来へ行ってみたくないのか、愛を振り切れるか、シュン。やば、これ、え、これ泣いちゃうね。歌わない方がいい、これ泣いちゃう、これ泣いちゃうね。え、歌詞どんなんだっけね、これ泣いちゃうね。愛を振り切れるかって泣いちゃう。シュン。乗り遅れるが次はいつかは知らされてない、やがて僕らは何かを手に入れ、いつかここに、え、いつか、うんうんうん、もうだだったなんだっけ、今ようやく君、今ようやく君が間に合った、なんだっけ、走り出せば何か始まる、七色の架け橋卒業したらショールーム終わるのって、多分一旦終わるけど、また何かしらで配信したいなって思ってるよ、うん。え、虹の列車めちゃくちゃいい曲ですね。
か体目指しながら世界広いねって気づこう。君は未来へ行ってみたくないのか、うんうん、振り切れるか、知らされてない。やがて僕らは何かを手に入れ、いつかここに戻るだろう。歌詞違うかも。うん、どんな歌詞だったかな。雫公園何が好きでした、みんな。虹の列車さ、虹の列車めっちゃ難かったんですよ、習った時。そう、嫌いになりそうなぐらい難かったんですけど、でも今歌ったらめちゃくちゃいい曲。何が好き？アンチね。アンチが生まれてスターも育つ、厳しい声に泣いて眠れない夜もあったうちのおかげで人気が上がる、愛の無知だと泣くな、ずっとそう思ってきた、思っていたかな。ああ、私のことをいじめないで、うん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 、うんうんうん、設計ワーク、うん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 、絶対に諦めない、そう誓ったの日、うん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 、ダラ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 、ズンズズン、うん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 、スターは育つ、厳しい声あ、つぼみたちね。ダンダラダラダダダダダンダン、うん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 、ダンダンツツ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 、あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、目風に吹かれてもへこたれたりしない、足がついてないと分かんないな、へこたれたりしないよ、うん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 、大地に根を張って待つから、いつかくいつかください、太陽をウォウォウエイウォウォウエイ、アフターレインね、懐かしい。アフターレインはどんな曲だっけ、生まれた後は笑顔になれるんだ、だだだだだ、どっから歌えばいいんだ、アフターレインのサビ教えて。アフターレインの浮かれた後はダダダダダ笑顔になれるんだ、そんな今日もやがて雨雲の中から希望の空、
流した後はこの踊り流し涙流した後はうわーかなな涙流した後はそれさあさあきより笑顔になれるんだうんな暗い今日もやがて雨雲の中から希望の空これですか。ちょっと待って流した後はさあきよりさあきよりってどんなんだっけ涙流した後はさあきより笑顔になれるんだかな。どんな暗い今日もやがて雨雲の中から希望の空。まちゅさんハートありがとう。覚えてるもんですね。覚えてるね。意外と覚えてるよね。意外とね。やす1983さんめっちゃ可愛い。ありがとう。確かに雫公園の音出たかったな。よく言えば。シゲオ007さんありがとう。何があったっけ。あれ歌詞が出てこん。人生の十字路で。あ、そうだ。これは事故なんだ。言えたのが嬉しかった私。シゲオ007さんハートありがとう。ハートありがとう。一曲覚えると一曲忘れるとかないですね。だいたい多分サビとかならね覚えてますよ。でも A メロ B メロとか忘れがちかもしれない。フルーツスノー果実のような化粧をそのまま召し上がれ。ダン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 スチャン。ダンダンラクあー忘れた。タタ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 空を見てた。ロマンティックな空気ルーツのテン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 このなき。トメさんハートありがとう。やす1983さんくまちゃんありがとね。39で1時間ありがとう。1時間半ありがとう。40分に終わる。しずくのユニットはフルーツスノーとジュンクレでした。
でもそうだ、そう、ジュンクレとそうフルーツスノーでしたよ。そうでも16人バージョンは全然違うじゃないですか、ユニット。そう、そうもっと出たかったね。卒業パート8曲入れられるってなったら何入れてた？さよならじゃない、さよならじゃないですね、さよならじゃないは、そう却下されちゃったので、そう卒業公演やりたかったで、やりたかったさよならじゃないはね、そうやりたかったですね。どうしてもやりたかった、でもあと4ナノやりたかったんですけど、4ナノはさ、どうしてもできないじゃないですか、4ナノは。さよならじゃないはできたと思うけどさ、4ナノはさ、できないじゃないですか。っていうのも4ナノは、都道府県がさ、そう、県でやるとどうしても多分かぶっちゃうから、関東が多くて。そう、8のメンバーじゃないとできないことだから。それはもう諦めたんですけど、さよならじゃない披露してたらもっと大号泣しちゃってた。本当？過号泣。所属チームが K じゃなくて B だったら好き好き好き。あ、好き好き好きね。好き好き好きって公演曲 B の違う？あ、全部宮崎にしてもらう。あ、なるほどね。いやでもやっぱ、あ、それから全都道府県言っちゃうとか、それもきついか。8だから言えるっていうのもあるよね、全都道府県。ソロで47、ソロで47か。47のって前座みたいになっちゃうよ。歌いながら会いに行こう、うん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 、言いたかったね。いやでもさ、ちょっと今思えばですけど、でもやっぱり47はチームメイトとしてやりたかったので、やっぱりチームメイトとしてやることに意味があると思うので、そう4月30が最後で逆に良かったのかもしれない、私の中では。チーム8でやる曲って感じじゃないですか、47は。チーム8にしかできない曲というか、うん、チーム8にしかできない曲。全部宮崎にしたら絶対カオスって確かにね。そうだから、ファンの皆さんも多分チームメイトのファンの皆さんだったら多分そう思うと思うから、チームメイトの47が聞きたいでしょ、みんなきっと。そうだから今日までのメロディーはね、今日までのメロディーは本気で遠慮した。でも直前までというか、自分の中では提出するまで今日までのメロディー練習してたんで、今日までのメロディー歌おうと思ってたよ。
そうだよね、やっぱ絵と出の聞きたいよね、みんなのは。そうそうそう。よかったんですよ。今日までのメロディー、そらのちゃんの歌声にぴったり、絶対に嬉しい。あ、そう、ソロならさ、いいかもしれないけど、でもさ、ソロでさ、女の歌ったらさ、大号泣じゃない歌になんないよ。うん、そうだよね、 K で聞くのは多分違うよね。さあ、私も思う。サノンなら君はメロディーのイメージ、え、君はメロディー、君はメロディー歌いたかったね。君はメロディーもいいよね。春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェバリーソン。なぜこの曲が浮かんだのだろう、突然に。愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。レミタン、ひよか、きょうかちゃんと4人で披露。あー、よなな、ね、よなな4人聞いたことある。でもあんまなくない。まあでもイベントでするときは3人とかなのか、2人とか。うん、曲線線天才すぎてよかった。うん、君はメロディー私も大好き。え、君はメロディーさ、考えてみたらさ、歌ったことないかも、ステージで。ああ、そういう曲を選ぶのもよかったのか。なるほどね。金木犀のイメージある。よかった、歌いましたよちゃんと。泣いちゃったけど。3曲に縛らないといけないのは苦渋の決断。そうなんですよ、そこなんですよね。まずは3曲に絞るのが難しいんですよ。うん、なんか5曲くらいあったらさね、君はメロディーとさ、今日までのメロディーとか、そのメロディーってつくの好きかもしんない私。うん、前にフォーのコンサートで千葉千葉千葉を笑ったって。フォーのコンサート何歌ったと。よなのメロディー縛り。でも他なんかあるっけ。メロディー、今日までのメロディー、君はメロディー、なんかあるっけ。千葉のメンバー多かったから。あ、47、え、4-47やったってこと。え、47歌っちゃう。千葉多かった、東京多かったかもね今回やってたら。でも結構さ、他のチームの先輩方もさ、ヨナの好きだよね。なんか8で8のコンサート前とかさ、いつもヨナやってるじゃないですか。みんなが都道府県に対してる時に、先輩方がレッスン場覗き込んでるの
多かった。うん、覗いてる。こと多かったな。うん、嬉しいよね。愛されてる。調べてみたら NMB は卒業パート曲っぽいから、NMB は卒業パートっぽいから3曲でも恵まれてるのどういうこと？メロディーじゃなくてメッセージならあるけど、メッセージあるっけ？メロディーね、2曲ぐらいかもね、確かに。よし、じゃあランキング読んでいきましょう。13位はしぎょ007さん、ありがとう。12位はうらんちゃん、ありがとう。11位はインコ姉ちゃん、ありがとう。10位はりんちゃんのおじさん、ありがとう。9位はソースイさん、ありがとう。8位はしゅんせいさん、ありがとう。7位はまっつんさん、ありがとう。6位はカラスのかおこさん、ありがとう。5位はおけいちゃん、ありがとう。4位はわさっぺさん、ありがとう。3位はこくようさん、ありがとう。2位はやす1983さん、ありがとう。そして1位はなあとマーク、そらちゃん、愛おしい、大好き、これからもずっとよろしく、よろしくね、ありがとう。はい、ということでね、皆さん今日もお昼に見てくださってありがとうございました。残り卒業まで5日間、皆さんよろしくお願いします。それでは、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんぶんぷんぷんぷん、みんなありがとうございました。ありがとう、みんな。それではまた会いましょう。バイバーイ。メールも